バンダイナムコ。加藤ちゃま。なに？カズマちゃんは、うん、さっきネコチューブの時間だって言ってたです。あ、通るの？たまにはあ、見てんのお部屋でお話ししましょ。いいよ。まあな、前回ね、カズマに部屋に二人でいられたんだよね。今回はヌヌジキ。加藤ちゃまと、うん、こうやって一緒にいるの大好きです。本当ありがとうね。今のこの時間にはヌヌジキの憧れが詰まってるです。地球にずっと憧れてて、地球に来て。地球ってなんかやっぱ地方から来たのかな。加藤ちゃまのお家に来た時は、うん、キャトワルに帰るかもなんて考えたこともなかったです。ここにいる毎日今帰るかもって考えてるの。ふふふ、思い出いっぱいできてます。いいじゃないの、もうここにいなさい、ずっと。おー、なになになに、しっぽもぐぐってちょ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 、もじ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 って、してどうしたの。うるんだ目をしてどうしたの。キャトワルには思い出はないと思ってたです。お話ししてウキウキするようなことなかったから。でもこの頃もっとちっちゃな子猫だった頃の夢を見るです。悪夢じゃん。コア F な夢それ。コア F じゃないです。あの D でもないんですけど、ちっちゃい頃ママと兄弟猫と兄弟いたんだ。いた頃の夢なんです。夢の中のママのお顔はぼんやりしててよく見えないです。あら、怖くないちょっとそれ。ヌヌジキのママは、うん、ご飯探してくるねって、兄弟猫を連れて穴を出てって、それきり帰ってこなかったです。ヌヌジキだけ置いてマジで。いやー、この辺はもうちょっとダメでしょう。もう察してあげないと。はいです。他の猫さんと喧嘩になったり危ない場所に行ったりしないで元気ならいいですけど。それもさ、ねえ、もう、まあ、何らかね、やられちゃったのか、まあ、口べらし的なこと？あるかね？だから他の猫連れてくっていうのがさ、ねえ、ちょ、ご飯持ってくるねっつってたでしょ？マジかよ。なんですけど。マジかよ。ママが帰ってこなかったのはヌヌジキのご飯まで取ってこれなくなったからだと思うです。どんだけポジティブな考え方だそれ。いや、でもヌヌジキのご飯、どういうこと。ヌヌジキよりどういう考え方。もっとちっちゃい兄弟猫のご飯がいるから。ヌヌジキが一番上だったんだ。マジで置いてかれちゃったの。じゃあヌヌジキは自分で見つけてねってことだったんだと。ヌヌジキ的にはじゃあもうほんと口べらし的な考えをしてるってこと。もうこの子はもう私が面倒見なくていいやっていう感じってこと。キャトワルじゃよくあることです。よくあるんだそれ。ご飯とっても少ないですから。その時にママがくれたのがこのヌヌジキの時計だったんです。最後にママ待ってる時はちょっと寂しかったですけど。こんな、でも少年素直な子につく嘘じゃない気はするな。でもな、そういう猫さんいっぱいだから大丈夫になったですよ。まあ周りから聞いてね。だけどこの間捨て猫だった子猫ちゃんを見つけた時、離れちゃった。うわ、もう泣いてんじゃん。兄弟猫のこと
そっか、そっか、ヌヌジキにとっては下の子がいるんだもんね。確かにそれはそれはちょっと心配かもね。元気にしてるかな。めっちゃ泣いてんじゃん、ヌヌジキ。グーグーじゃないかな。すごいね、テフロン加工みたいになってんじゃない。ヌヌジキの下まぶたぐらいがすごい水溜まってるよ、そこ大丈夫。ちょっとねえ、取れて3日以内の新鮮卵の卵黄みたいにプルンってなってるよ、涙がね。大丈夫。あー、ヌヌジキまだ落ちない。そんなうつむいても落ちない。ヌヌジキちょっと、ママも兄弟猫も助けたいって思ったんです。それはそうかもね。ちょっと下の子はヌヌジキ心配っていうのはまあねえ、お母さんはまあシャゴ生きていくためにはしょうがないとはいえね。すごいね、戦後の話これ。何、助けたいよね、というかね、まあ心配だよね。どっちかかな、助けたいよねとか言うのちょっとデリカシーがないよね、それはね。だってもう行かなきゃいけなくなっちゃう。行かなくていいんだから、もうそんなねえ。まあでもちょっと心配は心配だな。帰ってこれるなら行ってもいいんだけどね。辛かったねかな。加藤ちゃんは気持ち分かってくれてサンキューなでしゅ。でもよく話したね。助けられるなら助けたい。でもそしたら加藤ちゃまと、おう、もう帰ってこれないんだ、言ったら。え、そっか、もうパワーがあるんだ、あのね、時計の。加藤ちゃまと離れる。ああ、やないじゃないじゃないじゃ。やっぱり。ポポポポポポポってこぼれちゃった。ねえ、ちょうど上のクマみたいなのがまっすぐになっちゃったね。ああ、ちょっとのけぞるぐらいなんだね。あ、猫って書いてあったんだね、その上着ね。加藤ちゃま、ちょっとお隣いいですか。いいよいいよ。加藤ちゃまのいい匂い、いっぱい抱っこしたいです。つらいね。キャトワル来てこい温度、あれから毎日してる。毎日してたんだけど、ある来てこい温度。ちょっとは地球の近くに来てくれてるんですかね。まあでも野良猫めちゃめちゃ多くなるのもまたちょっと考えもんだけどね。お空を見てるだけじゃわからないよね。それはともなく、なんか天文学者みたいな人に聞いた方がいいんじゃない。ともなく、ともにゃく、カズマちょっと思ったともかくをともにゃくと言ったことにヌヌジキがまだよく分かってなかったみたいよ。この頃ちょっとお家の空気暗くない。まあまあめちゃ暗かったね、さっきのやつとかね。まあ暗いかな。まあまあまあ暗く、どんなギャルみたいなこと言われてもね。確かにキャトワルに帰るお話してからちょっと、まあ大事な話だからね、しょうがないんじゃない、それは。大事な話、大事だけどちょっとしんみりだったかな。まあ、そういうのもいるでしょう。ずっとね、楽しければいいやっていう、そういう楽観的な人間でもないからね、我々ね。加藤ちゃま、なんかすさあ。いやいやいや、びっくりした、後ろに入れたやつ怖。はい、いやいい、全然いいよ。なんかすさあ。いやいや、後ろに入れたやつ怖。いやいいよいいよ。この頃、加藤ちゃまにお話聞いてもらう。いやいいよいいよ、聞くの好きだからね、別に。僕は話さないけど、どっちかというとね。いいよいいよ。そうです、いっぱいいっぱい甘えちゃったね。いやいいよいいよ、もう本当にもう言われる相談とか全然いいよ。だから、今度は加藤ちゃん間に甘えてもらいたい。いやいや、いいのよ、別に甘えないのよ、こっちはそんなに。カズマたちで、いやいいのよ、別にいらんよ。加藤ちゃまが喜んでくれる。ああ、それはいいけどね、そういうのはいいけど、それはナイスアイディアです。いいけど、加藤ちゃまが喜ぶこと頑張ってみても。まあ無理しなくていいよ、本当に。別にこっちもね、ちょっと興味本位で聞いてる部分も多少あるからね。いいよいいよいいよって
丈夫？まあ大丈夫とは思うけど、別に言わんくてもいいよね、これもね。まあ嬉しいなぐらいでいいかな。加藤茶葉が喜んでくれたら、うん、何でも喜ぶけどね、基本。ヌヌジキたちもとっても超気持ちいいです、うん、まあまあ気持ちがね、ありがたい。それで何するのがいいかな。何するのがいいか。それは大事なことなの。いやいや、もう適当でいいよ別に。なんか前もなんかご飯作ってくれたりとかしてたけど、そういうので全然いいよ別に、ね、家族のニコニコは、うん、みんなのニコニコで作るんだったよね。え、そうなの。え、同じ ID で見てるってこと。ニコニコのプレミアム会員を。ヌヌジキたちは加藤茶葉の笑顔が大好きです。だからカズマたちもニコニコで頑張る。あ、いや、まあ、無理しなくていいよ別に。悲しい時は別に悲しい顔していいよ。あ、いわき。あ、いわき、元気いわき。パンパカパン、うん、発表します。あ、なになになに。カズマちゃんとヌヌジキの加藤茶葉ニコニコ作戦です。ニコニコ作戦です。なになになに。本当にこれちょっともうあんま信用してない感じするけどね。何すんの。今日一日のお家のことを、うん、カズマちゃんとヌヌジキだけで全部やる。すごいね。でも寝っ転がってていいのね。お洗濯して、うん、お洗濯干して、お洗濯お片付けして。うん、カズマちゃんお洗濯しかしてないです。いやいや、別にお洗濯をするのはいいよ。それだけお洗濯が大変ってことよ。確かにその身長だと大変かもね。まあお洗濯は大変ですけど、うん、他にもやることてんこ盛りですよ。靴下とかさ、シャツとか、そんなに僕は洗濯にかかる方なのかな。お部屋のお掃除して、うん、お風呂のお掃除も忘れすぎです。あ、浴槽の。じゃあもう浸かる前提ね、今日ね。僕いつもシャワーですけど。あとご飯作るのもね。あ、ご飯ね、飯ぐらい作るけどね。このお家に来てから、うん、いつも加藤茶葉のお世話になってたから、なんかたまに作ってくれってよ。あるんだ、全部カズマとヌヌジキ。あ、全部ね、やってみる。確かに洗濯もなんか畳んではくれてたっていう感じだよね。加藤茶葉はゆっくり、うん、いいの、休んでてほしいです。あ、ほんと。じゃあ行くよヌヌジキちゃん。はいです、カズマちゃん。ほんと元気。お、いわき。まずはカズマはお部屋のお片付け。その間にヌヌジキはお洗濯を。お、ちゃんと分担してね、さすが。こうしてカズマちゃんとヌヌジキちゃんは2匹でお家のことを始めました。お洗濯を干してパンパンと綺麗に、うん、その頭乗ってんの邪魔じゃないかな。お洗濯するのね、その頭乗ってんの邪魔じゃないかな。うん、わわ、お布団をかけ、あと室内と同じ履物履いてないかな、外で。うちは欧米かというね、ツッコミが入るかもね。カズマだよ。もうなんだなんだ、お前遊んでんじゃないかお前。冷蔵庫の中をチェックしてからお買い物に行くです。あ、足らないものとか。あ、高級ミルク見っけ。つまみ食いはダメです。つまみ食い、高級ミルクあるの。うちにここの鏡もきれいきれいに磨いておかないけるか。お前らの身長分ぐらいじゃないか、いけるか。鏡を、鏡、世界で一番ニャンダフルなのは誰。ふふふ、それは加藤茶葉です。僕がニャンダフルでいいの。なははふんだよね。そうなの、いいのそれで。なんなんだ、だいぶ心配にいて見に来てんじゃねえか。そしてドタバタな一日が過ぎていって、数時間後、お家のこと全部終わった。ようやった、ようやった、ようやった。みんなで寝るだけで。あ、もうそんな時間。全部やったよ。キッチンびしょびしょになったけど。あ、まあね、拭いた。なるなるなる、拭いた、拭いた、拭きゃいいんだから。うん、お風呂掃除もヌヌジキたちが。あららら、スポンジに。あらららら、あのね、え、 ラッパーとかのミュージックビデオのボンネットを洗う美女か、お前ら。ねえ、ねえ、ちゃんとピカピカにできたです。ほんとよかったね。嬉しい、ニコニコ。ああ、まあ嬉しいね。うん、
ああ。もう YG かな、ここまでいったら。サンキューな。加藤茶まに褒めてもらえたです。ナイスパイ G だわ。わいわい、やったやった、超気持ちいいね、ニコニコ。お家に来た頃は何もできない猫だったのに。まあできないよね、猫はね、基本毎日加藤茶まのことできないよ、猫は基本しなくていいんだから、別にペットは。いろんなことができるようになったんですね。ねえ、番病、泥棒とかだけ追い払ってくれればね。な、これってもしかして成長成長した、成長性 A だった、カズマたち、うん、成長してる、ねえ、どんどん時を止めれるようになるかもね、つかね、うん、よく気づいたね何が学ばせるためにやってるあ、これ面白いね、成長してるって言ってね、よく気づいたね。やっぱりこれが成長なんだ。じゃあよ、成長しているんだ実は。日々の訓練により。ちゃんと成長してたですね。成長してたんだ君たちは。カズマたちが成長か。最終的にはライオンぐらいの大きさになってね。ヨークユジュが育ったのと同じなんですね。でかくなっていくからね、猫も。成長したら、ね、成長したムヌジキたちは、うん、次に何ができるでしょう。引き裂いた相手を凍らせるとか、そういうスキルが